こんにちは、ひねるです。本日ご紹介するのはダッキー1、2、ミニピュアホワイト。そうなんですよ、またまたキーボードを購入してしまいました。前回紹介したハッピーハッキングキーボードが仕事用途のキーボードであれば、今回のはゲーム用途のキーボードでございます。ハッピーハッキングキーボードのサイズ感にグッと来てしまって、ゲーム用のキーボードも 60% のサイズに変えたいなぁなんて思っている矢先に、そんな心情を察してか、これまで使っていたキーボードの足がポキッと折れちゃいまして、これは買っていいってことだよねと都合の良い解釈をして、ついついポチってしまいました。というわけで、今回は届いたばかりのダッキー1、2、ミニピュアホワイトを開封して、製品の特徴だったり第一印象を紹介していこうと思います。まずは同梱物から見ていきましょう。キーボード本体、キーキャップ、USB Type A to Type C ケーブル、マニュアル、キープラー。キープラーを手にしたのが初めてだったので、せっかくだしとスイッチを確認してみました。エンターキーのキートップを外してみると、メインのスイッチの両脇にダミーの軸がついていました。スペースキーも同様にダミーの軸がついています。どうやら軸の長いキーにはこのようにダミーの軸を設けてガタつきを防いでいるようです。仕事が丁寧ですね。ダッキー1、2ミニは選べるスイッチの種類が豊富です。チェリー MX スイッチを採用していて、ブルー、ブラウン、ブラック、シルバー、レッド、サイレントレッドから選ぶことができます。今回僕が選んだのはサイレントレッド、通称ピンク軸です。ピンク軸の特徴は静音性。リニアと呼ばれる種類のメカニカルスイッチで、力をかけるとスーッと沈み込み、ポス、スコッという打鍵感を感じます。あまりにもハッピーハッキングキーボードの打鍵感が気に入りすぎて、できるだけ近しいものを求めてこのピンク軸を選んでみました。どうでしょう、かなり静かですよね。動画の後半でもう少ししっかりしたマイクで拾った音をハッピーハッキングキーボードのタイピング音と比較しながら紹介させていただきます。底面の足を起こすことで傾斜を3段階まで変えられます。足にはラバーが貼られていました。マットとデスクの上で揺すってみましたが、きっちりと滑り止めの役目を果たしてくれました。キーの配列を切り替えたりできる DIP スイッチがついています。ハッピーハッキングキーボードをはじめとしてキー数の少ないキーボードにはよくついているみたいです。前面にロゴがあります。なんか消しゴムを思い出しますね。それじゃあいよいよ給電しようと思ったら、ここで事件が起きました。とりあえず動作確認がしたくて MacOS に接続したのですが、キーボードが認識されないんですよ。 USB を差し直したり他のケーブルを使ってみてもダメでした。あれ、 Mac は対応してないんだっけと思って Windows に接続してみたんですが、こちらも動きません。初期不良かなと失意の中ググっていると、 Reddit という海外の掲示板に僕と同じように動作しねえよと嘆いている人がいて、それに対してこんなレスがついていました。You gotta push the cable in hard as fuck. これ、ファックするようにケーブルを激しく押し込めっていう意味ですよね。ネタレスかなと思いつつ試してみると、まさかのまさか、動きました。どういうこと？確かに動いたは動いたんですけれども、一度抜くとね、やっぱりまた反応しなくなるし、Mac に接続できないっていう問題は解決していないし、ということで、念のためね、サポートには連絡を入れておきました。今回、日本のお店はどこも在庫切れだったので、しょうがなく海外サイトで注文したんですけれども、海外だとこういう時にドキドキしますよね。しかも、さっき確認したら日本のお店に同じ商品が入荷されていました。なんか昔からこういうところ間が悪いんですよね。バックライトのパターンは10種類。ファンクションキーとオルトキーを押しながら T を押していくたびに変わります。ウェーブモード。カラーサイクルモード。レインドロップモード。リップルモード。ランダムリアクティブモード。リアクティブモード。ブリーズモード。100% フルバックライトモード。レーダーモード。また、バックライトは速度調整が可能で、速くしたり、ゆっくりしたりできます。そして、色の濃さも調整できます。カラーパレットから選択するか、RGB を調節して好みの色を設定します。タイピングした時の音を紹介しますね。
底打ち感のないスコスコという打鍵感ではありますが、ハッピーハッキングキーボードと同じかというと、やはり違いがあります。キーを押した直後の沈み込む感覚は似ているのですが、底近くまで押し下げた際の感触に明確な差を感じます。言葉にするのはなかなか難しいんですけども、ハッピーハッキングキーボードは、コクッという感触があるのに対して、ピンク軸は押し下げた感覚のままにそのままそこまでつくような印象です。期待しすぎたというのもあるかと思いますが、触っていて気持ちがいいかというと、僕はハッピーハッキングキーボードの打鍵感の方が気持ちいいなというふうに感じました。ただし、静音性はピンク軸の方が高いです。続いて、本来の用途であるゲームで使用してみました。はい、じゃあちょっとね、コールオブデューティーモダンウォーフェアでキーボードの感触確かめてみたいと思います。どんな感じかしら。チームデスマッチ。敵が戦域に入った。こちらのスタートを切る。ストロークが今まで使ってたやつより深くて、押し心地がしっかりしてるって感じかな。ゲームに集中しすぎてワイプのひねるくんが喋らなくなってしまったので、ここからはまたナレーションに戻りますね。ゲームで使用した第一印象は、とにかく安定感を感じました。しっかりとした重さがあって、ラバーもきちんと貼られているので、激しく操作してもずれないし、先ほどキートップを外した際にお見せした通り、スペースキーやシフトキーといった幅の長いキーにはダミーの軸が差し込まれているおかげで、キーを押し込んだ時にガタつかないんですよね。可愛い見た目とは裏腹に、いぶし銀な仕事をするキーボードだと思います。あとはやっぱり、静かですね。今回はダイナミックマイクを口元に置いて収録しているんですけれども、ほとんどキータッチの音が聞こえてこないと思います。ですから、ゲーム実況者やストリーマーの方、あとは頻繁にボイスチャットをしながら遊ぶという方は、このピンク軸、なかなかいいんじゃないでしょうか。僕はこれからゲームを遊ぶ際、このキーボードを使っていくことになりますので、また1ヶ月後とかに改めてね、使用感をご報告できればなというふうに思っております。現時点ではかなり気に入ってます。2点だけ、Mac で動かないという点と、USB ポートの接続が不安定というところはめちゃくちゃ不満です。ただし、これはおそらく初期不良だと思いますので、サポートの返答を待ちたいなというふうに思っています。返事が来たら次の機会に紹介しますね。はい、というわけで今回は以上です。今後もゲームの周辺機器やガジェットに関する動画を投稿していきますので、また見てあげてもいいよという方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。